ああ、紋章機がすべて本調子だったとしても楽にはいかなかったろうな。そんな。どうした？ドライブアウト反応確認。敵第二陣来ます。そんなバカな。先ほどとほぼ同等、いえそれ以上に熱い陣容です。どうなってるんだいタクト。先ほどはあくまでも様子見だったということでしょうか。それで倒せたら儲けって考え、バカにしてるわね。敵艦より通信です。貴君らの戦いぶり驚嘆に値する。我が戦うに足る敵種と認め、お相手しよう。貴君らの優先を期待する。今度は司令官自らがお相手ですか。バルファスクにしては礼儀正しいお方ですわね。どうする、タクト。失礼します。何やっている、戦闘中だぞ。民間人は部屋に戻るんだ。申し訳ありません。データの整理にいささか手間取りまして、これを。なんだそれは。エデンを脱出する際、ライブラリで収集してきた整形データです。少しはお役に立てると思いますが。はい、ご覧ください。これは周辺中域の詳細なデータです。この辺りからエデン本性までの中域を網羅しています。ご覧のようにこの中域には様々な通路が存在します。その辺りをうまくつけば有利にことは運べると思うのですが、敵の総司令官はロウィル将軍である。知っているのか。幾多の戦いで功績を挙げ、ゲルンの信任も厚いバルファスクのナンバー2と言われる人物です。エデン侵攻の際も優れた指揮能力と冷徹な作戦で数多くの聖剣を攻め落としたと聞き及んでいます。なるほど、トランスバール攻略を任されるだけのことはあるというわけか。こいつは苦労しそうだな。さあ、そうとも限りませんよ。クロノクエイクを利用して破竹の勢いで侵略を成功させてきたバルファスクにはそれゆえのおごりがあります。自分たちより優れた種族などいない。エデンの全盛期より退化したトランスバールの人間など物の数ではないとね。ロウィル将軍はそのバルファスク特有の傾向がさらに強いとか。そのあたりに付け入る隙がありそうだな。いつもの悪知恵が働き始めたか。そうか、機関と他の部隊を引き離したところを背後から叩くというわけだな。逃げるふりだろうが、まったく、司令官ならもう少し言い方を考えろ。初めて見た整形図からこの短時間で。なるほど、これがタクトマイヤーズ。アルモ、進路変更だ。それとエンジェル隊を回収、修理を急がせろ。了解。あと簡単ではありますが、バルファスクの艦隊データもあります。どうぞお役立てください。本当か、そいつは助かる。ココ、敵艦すべてのデータを登録するんだ。了解。そのお言葉は勝利してからいただきます。勝てますか、タクトマイヤーズ氏。連戦によりエンジェル隊の皆さんも紋章機も戦力が消耗しているはずです。この些細なデータだけで難しいと思いますが。だが的を射ている。どうするつもりだ、タクト。え？ま、そんなこったろうと思ったよ。本当にそれだけですか？
確かに作戦は決まりましたが、他に何か必勝の策でも。一つきりの必勝の策、それは一体。了解、どうぞ。タクトさん、何よこんな時に。こっちはもう疲れ切って大変だってのに。さあどうすんだい司令官殿。ご命令を。え、タクトさん、当たり前よ、決まってるじゃない。そうなのですか。でしたら。言ってくれるじゃないの。それは大変ですわね。では頑張りませんと。はい。タクトさん。わかりました。全力を持って戦わせていただきます。参りましょう、先輩。オッケー、千歳。千歳さん復活ですわね。そうそう、やっぱりこうでないとね。お付き合いします。ドッカーンってやっつけちゃいましょう。全猛将機の出力、急上昇。これなら、全機戦えます。タクトさん、もしあなたが必勝の策というのは。了解。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなっている。敵の機関はこの位置だ。どうやらうまく不意をつくことができたようだ。だがもたもたしていると、せっかく機関から引き離した部隊が追いついてくるだろう。敵の増援に気をつけろよ。もう一度作戦内容を確認するか。了解。